釣り鐘草が今満開です。とても綺麗です。このお花を今日は写生してみたいと思います。花言葉は感謝だそうですね。もともとはイタリアの地中海地方のお花だそうです。それでは描きましょう。それでは描いていきましょう。描く前に一つだけ皆様にお知らせしたいことがございます。美しいピンクのお花を描くのに、私はいつも紅、そして胭脂とかを使っておりますけれども、もう一つ皆さんに教えしておきます。洋紅ですね。洋紅という色がございます。今この3色をこちらで示してみます。いつも用いる紅は紅ですね。この紅、この色になります。そしてその中間の洋紅ですね。洋紅はこのようになります。そして胭脂ですね。胭脂ですね、このように濃くなります。 1,2,3 この3種が揃っていますと、非常に綺麗なお花を描けるんじゃないかと思いますので、絵の具をお買い求めになるときに材料屋さんでお尋ねになってみてください。それでは今日は胭脂、皆さん洋紅を持っていらっしゃらないと思いますので、この胭脂を用いて描いてみます。そして今日は用いる色は胭脂ですね。そして線香を黄色、山吹でも結構です。5分若葉、そして青磁ですね。そして例のごとく薄墨です。それでは薄墨で形を作っていきましょうか。描いていきましょうか。こちらにお花、斜めに一輪ありまして、ここにつぼみという、非常に美しいバランスの取れた一輪ありましたので、ここにお花を描きましょう。はい、こういうふうにちょっと斜めで、茎がここへ行きます。そしてつぼみがここに行きます。これを頭で想定して、こういうふうに柔らかい袋状になってるんですね。そしてここはここから黒
ロリンと花びらがなっております。このようになってます。そしてここまでの花びらですね、こういうふうになっていて、そしてこちらにくるりんと向いてます。そしてこちらはこのようにちょっと向こう側がにこういうふうに出ております。そしてもし皆様方のご近所に辻狩り荘があればよくご覧になって描かれればいいと思います。非常にひだがあるですよね。茎もこういったところも、こちらからこういうふうに茎が伸びております。で、こちらからこういうふうに剥がれてますけれど、こういうふうにふる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 ひだがなってます。そしてこちらからこういうふうにこちらになってます。そしてこちらからつぼみが出てます。まずここですね、で朝顔のつぼみのようにこういうふうに筋がいってます。そしてこの反対側にここが大事ですね、裏向きの歯ですね、向こう側に向いている歯ですね。ここにこういうふうに書きまして、ここにくぼみを出して、そして盛り上がってこういうふうにギザ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 とフリルをつけてここにこうしていきます。そしてここからの裏返りですね、裏返りの部分がここです。ここがとても今日の大事なところではないかと思います。お勉強のですね、そして向こうがありまして、表見えます。そしてここからこちらの裏返った部分が
ここからこういうふうにして流れていくという、そしてこの葉脈がここ行ってここからこう行きます。これとても大事ですね。はい、そしてこちらからの歯はここから出てます。フリ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 と、はい、そしてフリ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 、こういうふうに出ております。そしてここにはフリフリとなってるんですけど、これ裏が言って裏が見えますね。はい、こういったところがとても絵を描くときに大切なところです。はい、こういうふうにね。さあ色を塗っていきましょう。古墳の色をたっぷり、あまり水を使わないように、そして塩地ですね。塩地の色を少々取って、このようにこのように作ります。そしてこちらから丁寧に塗っていきましょう。向こうの部分を塗りまして、そしてえんじの色を少々取りまして、ちょっと濃い目の色を作って、ここら辺ですね、ここにちょっと分からなくなってきても大丈夫です。後でちゃんといたしますから。そしてここが濃いんですけれど、きれいな筆、水で洗った筆でちょっとここをこういうふうに取ってやりましょう。ぼかしをやりますね。それところどころこういうふうに、はい、こういうふうにして乾かします。こういうふうに変化をつけますね。今後ほどいたします。そしてですね、若葉をたっぷり取りまして、そして黄色も少々、そしてこの青磁ですね、青磁もちょっと混ぜて、筆にこのように黄色、若葉、青磁をのせたまま、こういうふうにして非常にデコボコしてますので、こ
こういうふうに変化をしつけます。まだここ乾いてませんので、ちょっとにじみましたね。これではいけません。ここはまだしてはいけませんね。今乾いてからのせます。皆さんよくお分かりになりましたね。ダメですよ、ダメですよって今聞こえてきました。それではこれは後ほどしまして、はい、若葉に黄色、そして青磁をこのまま運びます。ここもですね、ちょっと今色を取りましょう。汚くなりましたね、汚れましたね。これでは失敗失敗と言いますけれど、失敗はございません。はい、若葉に黄色に青磁、はい、乗せて、はい、このままもう一度ひだひだひだというこの特徴をね、そしてこういうふうにして色をのせていきましょう。で、裏返っている部分はちょっとこういうふうにしていきましょう。こちらは表を濃くしましょう。そしてこちらですね、そして今このつぼみの方なんですけれども、ここを青くします。そしてこの先に黄色をのせまして、ここにこういうふうに先端が黄色くこういうふうにいたします。ぼかします。こういうふうに自然となってます。このように彫っておきましょう。後できれいになります。でもう一度この葉を塗りましょう。はい、若葉、黄色、青磁と筆にこのようにつけまして、ちょっとお皿に押さえて、そしてもう一度こういうふうにギザギザギザと出します。
は裏返っていますので、ここはちょっと濃くしましょう。ここは裏返っています。で、裏返っている部分のちょっとこの毛、ここを色を抜きます。こういうふうに、そしてそろそろ乾いてきましたね。茎を塗りますけど、茎は葉よりも非常に薄い色をしてますので、この色に5分を混ぜまして、こういった色を作ります。そしてこちらからこういうふうに引きます。このついでにちょっとここにこうしておきましょう。そうすると裏返っている部分がきれいに出ますよね。ここもちょっとこういうふうに、さあこのお花の部分はちょっと色を取りましょう。こういうふうに、そして色を塗ります。もう一度ここに色を置きましょう。きちっと乾いたの後でするといいですよね。ちょっと急ぎましたね。で、黄色と若葉を混ぜた色でこの辺りをもう一度トン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 、ちょっと袋状になってるんですね。こういうふうにトン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 としたタッチで置きましょう。こういうふうに、このここは一番最後にいたします。で、ここからは面相筆の登場です。面相筆でこちらの花びらを処理いたしましょう。非常に繊細な方法ですけども、はい、園児の色でここをこういうふうにします。園児色で、この花びらの方はちょっと難しいですけれど、皆さんこういうふうにします。そしてですね、で、ここからこういうふうに、ここは裏返ってますので、円字でこの裏返りの下の部分をきれいに塗ります。そしてこちらもこういうふうに裏返りの部分ですね、ここをこういうふうに細かくこういうふうにします。これもこういうふうにします。
そしてここをちょん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 として陰影をつけるように、そしてこの部分ですね、この部分は胡粉をのせたピンク、少し明るい色で、ちょんちょんちょんとします。そしてこちらもこの表に入れている花びらですね、裏返ってます、手前に裏返ってます。はい、で胡粉を混ぜながらこの部分を明るい色にします。ちょっと強調するようにね。そしてこういうふうに花びらがこちらにこうなってます。そしてこれはこちらにひっくり返ってますよということ、こちらもこちらにひっくり返ってます、こちらもここにひっくり返ってますよっていう感じに描きます。そしてこちらは少し濃いめの向こう側に帰っていますから、とても今日は難しいでしょう。はい、こういうふうにして、そして少しえんじの混ぜ、絶対色でちょっちょし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 ょと処理いたします。これはとても繊細な描き方ですね。はい、これで、そしてここの部分を少し濃くえんじで混ぜたピンク色で、この部分も少し濃くします。ここですね、ちょっとデッサンするようにちょっとだけ濃くします。お花の中も、中ですね、中がちょっと濃い部分、こういうふうにしまして、そしてもう一度胡粉を混ぜて、この花びらを少し白っぽくします。そして、今日はここが命ですものね。はい。はい、これでちょっと括弧がつきましたね。次はもう一度仕上げに群青と円磁と、すみません、時々ね間違えちゃうんですよね、円磁と白でここを仕上げに入ります。でここは最後に仕上げます。濡れていますと非常に汚くなりますので、そしてもう一度ここをこういうふうに胡粉をのせた若葉でこういうふうにいたしましょう。でここが茎ですね、ついている部分です。はい。それでは乾きましたので、
順次もまたここ仕上げに入っていきましょう。はい、若葉ですね。若葉に5分を混ぜます。5分を混ぜます。この色でここをこういうふうにきれいに描くですね。こういうふうに描きます。そしてこちらもこういうふうになっております。こちらはちょっと失敗しておりますので色を取ります。このピンクちゃんがずいぶん中に入ります。一番最後にここ仕上げます。こちらをいたしますね。面相筆で全てやっていきましょう。そしてこちらは少しえんじ色を混ぜます。そしてこうなってます。非常にこうふっくらとふくらんぼさんになってるんですね。ここがこういうふうに、非常にかわいいんですけれども、このところをギザ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 と
この白と黄色ですね、混ぜてここをこういう風にいたします。ちょっとこういう風にギザギザギザとなってます。ここはどれだけ修理したいしましても修繕いたしましてもいけませんね、修理とか修繕とか。出ません。釣り鐘総さん、まだご不満でしょうか。もう少し待ってね、きれいにしてあげるからね。ちょっと強調いたしましょう。欲しいかと思います。でもう一度胡粉と若葉を混ぜた色でちょんちょんちょんとここしましょう。はい、こういったところがとても大事なんですよね。はい、ちょんちょんちょんとしてあげましょう。はい、これでよろしいかと思います。いかがでしたでしょうか皆さん。ちょっと歯の方がね、スーッとした歯ではございませんので、ちょっと難しかったかもしれませんね。私もちょっと難しく思いました。いつものように最後の仕上げとして、もう一度輪郭をさっさとしていきたいと思います。まずお花ですね。本当の細い、力を入れないで細い線で、少しはみ出てもいいです。こういうふうにね、ところどころこういうふうにこのこういったところをね、でここの額の部分ですね、ここもちょっとちょっとゆらゆらゆらと、でここにきちっとこういうふうになっていますよということで、きちんとつなげておきましょう。そしてここは風船のように膨らんでおりました、はい、そしてまずこの
ですね。こうするとダメですから、このここにご覧になっててください。こういうふうにしてこのまま引きますよ。そうすると同じ太さの線がスーッと引けれます。ご覧になっててこうしちゃいけないのよ。こうするんですよ。このままこうするんですよ。でこちらにこういうふうにして、こういうふうにして、そしてこっちをきちっとします。はい、次はこの歯ですね。はい、ひだひだひだとしまして、ここからこういうふうにいたします。肩の力を抜いてこうしてしますと綺麗に描けますから、もう3年も私の同じ繰り返しを聞かれている方はよくお分かりだと思います。これでここはきちっとした方がいいですね。はい、これで出来上がりました。いかがでしょうか。それでは今日は釣り鐘草は感謝の意味があると申しましたけれども、私たちの心にはいつも思いっていうものが交差してますね。それを鐘の音としまして、どなたかの俳句だったと思います。今日もまた心の鐘を打ち鳴らし、常に鐘が止むことないように、心の思いっていうのは止むことはございませんね。鐘が響いているように、それは自分で打ち鳴らしているわけですから。はい、それじゃあここでしますとここが開いちゃうもんですから、ここに印をします。これでよろしいでしょうか。はい、白いマットを着せてみました。今日も本当に長時間お付き合いくださいましてありがとうございました。皆さんいかがでしょうか。満足していただけましたでしょうか。
いつもいつも感謝しております。本当にありがとうございます。次回もまたお目にかかりましょう。楽しみにしております。それではお楽しみにね。